ちょうどあんたを探してたとこ。丹蔵について詳しく教えてほしいの。あんたまさかまたあいつの側に。何だってばよそれ。それって呪印。そう、呪印さ。丹蔵様にかけられた術。用心深い人ね。自分の部下に呪印まで施すなんて納得できない。そうやってまで木の葉の里を下から守ってきたんだ。サスケってのについていろいろ教えてもらおうか。なんだってばよおめえら。お前ら木の葉の内葉サスケが俺たちの里を襲った。てめえらのとこの抜け人内葉、うちらの師匠を連れ去りやがって。サスケ、お前どうなっちまったんだ。サスケについて知ってることは全て話してもらう。忍術のスタイルや能力についてはもちろん。そんな嘘よ。待ってよ君たち。え？おそらくこのサスケ抹殺の承諾がなされた時点で木の葉にあるサスケの情報は君らの側に渡されるはずだ。でうちらはうちらで少しでも情報を持ってる奴に聞き込みをしようとしてただけだ。金髪物分かりいいじゃねえの。うちらについてこい。サスケのことについて話してもらう。ナルト、俺に任せてくれ。サクラちゃん、この辺りでいいだろう。さてと、早速サスケのことについて聞く。サスケを売るなんてことはできねえ。だけじゃねえぞてめえ。ここへ来て今さら何言ってやがる。わがままなのは分かってるけど、サスケは売れねえ。すまん。お前らの復讐したいって気持ちは分かるってばよ。そのまで俺をぶん殴ってくれ。俺にはそれくらいしか。サスケのこと言うまで永遠に続けろ。ナルト、君がサスケなんかのために殴られてやる必要はない。うるせえ、俺の勝手だ。サスケは君を傷つけるばかりじゃないか。僕なら。邪魔するならお前もやっちまうぞこら。もうやめとけ、軽い。ナルト、薬箱を取ってくる。すぐ戻るから。どうした？浮かない顔して。カカシ先生、やっぱりサクラに見てもらった方が。いや、いいんだ。こんな格好見られたらまたややこしいことになっちまうからよ。それに傷の治りは早い方だからいいんだ。俺ってば雷影に会ってくる。何を言い出すんだ。今は君の封印用の首飾りもないんだよ。人中力の君は里の外に出るべきじゃない。四代目に会ったんだ。その時四代目が教えてくれたんだ。16年前の九尾事件は暁の面してる奴がやったって。それに四代目も手が出ねえくらいに強かったって。そいつはシャリンガンを持っていた。里に恨みを持ち、里を抜けた内葉一族で九尾を口寄せできるのはマダラぐらいだ。その情報は上層部に伝える必要がある。サイ。はい。おかげにはお前が連絡してくれ。はい。よし、ナルト、
お前は雷影のところへ行け。え？ま、俺とヤマトはナルトの付き添いね。え？いや、ですよ先輩。